はい、どうもピヨキングです。今日はですねトロールコースやっていきますか。で、今日のトロールコースはですね、この AGDQ、 これトロールコースなのかなって思うんですけどね、なんか説明文とか題名にさ、トロールコースって書いてなかったらなんかね、トロールコースかちょっとよくわかんないんですけど、まあ詳しく見てみる感じ、多分トロールコースだと思うんですよ。まあやっていけばわかるんですけどね、これはまあ普通に行っていいよね。ジャンプしていこうか。とあぶねえ、ちょっと待って、これ乗らないけん、ほっどうやって上に行けばいいんだろう。なんかちょっとトロールの感じが、なんか雰囲気っていうのかな、なんか違うよね。で、ここ乗るでしょ。あ、でここでバネね。待って、これトロールなの？なんかちょっと違う感じしない？ほら、いや今やられたけどちょっとわかんないね、まだちょっと様子見よう。いや、どうすればいいのこれ。なるほど、クリボーに乗って左ね、で左でオンオフ。これちゃこれ違う、なんか違うなんか求めてるのと違う。いや、やってってもいいんだけどちょっと違うなと。まあその下にあったこれやっていっていい？もうもう探すのめんどいんで。なんかトロールの雰囲気ちょっと違うくない？壁が多い感じだよね。なんか短いんじゃないこのコース。クリア率は結構高めだしね、まあ、2.5% もあったし。じゃあトロール 3.0 やっていきますか。ちょっと題名を読めって感じなんですけど。ハロー、おぶね。ここはもう叩かないけん、きっと叩く以外にない。いや待ってよ、これ叩かんで右行けばいい。ほらほらちょっと叩いたらどうなんのこれは。音符乗ったらやられるんで、絶対やられる。なんで右行きます。で爆発する。 OK。 音符ブロック乗ったら絶対この針当たるやんね。音符音符乗らなくせ。じゃあここ音符乗ろっか。音符乗ってジャンプ。ああなるほど、あれ出てくんのね。透明ブロックじゃねえや、あれ出てくんのブロック最近日本語がねちょっとおかしいんだよな。でここはちょっとジャンプしていこうか。50コインしっかり取って、何の意味もないけど。でここはキノコ取っていこう。キノコ取ってっての鉄球が隠されてるね、この裏なんで。ここ回転ジャンプでいこう。そして左でここに入れるんだね。いや楽しいね。やっぱトロールコースはこうでなくっちゃね最初のコースとちょっと違うけど。でこれは多分右に行ってオンオフ。それじゃあここはね、針んとこ出るっていうのは分かった。なんで左しながらジャンプします。はい、 OK でドア入るしかないね。これは待って、何もしないで大丈夫いや、ああいう時何もしないで大丈夫っていう時多いじゃん。それじゃあ次はこれ避けないけんね。避けないけんないけど、ここで避ける。オッケーで中間ポイント取れるかなこれ。普通にいっていい？うわ優しいいや今日なんかスピーディーだね。やっぱりさ 2.5% なだけあると思うんですよ。これはまあ上なんもないし、ここもねつららがあるから。今つらら見た？ちょっといけんかった？あ、無理。じゃあこれオンオフする以外ないんで。でこのキノコ取る。おいなんだあいつは。じゃあこれはオンオフしてここで待っとこね。うわマジあいつざまあじゃあここを普通にジャンプ線でいこう。でこのまま右でここパウ叩かないけんよね、絶対絶対叩かないけん。おっすぐ左、多分バネとか多分出てくる場合で。ここはね待ってバネ出てきてよかったの今の。バネ持っていけ的な感じか。うわ新しすぎ。いやバネまでは読みは当たってたんだけど、バネを持っていけっていう読みはねさすがに読めないよね。でこのバネ持ってってキノコのとこ行けみたいな、多分そんな感じね。オッケーオッケーオッケー。なんかこのコースマジで見たことあるな。したことあるんじゃねこれ。いやマジでなんか見たことあるんですよねこのコース。クリアしたマークなかったからね、やったことないとは思うんですけど、確かついてなかったよね。いや分からんね。じゃあこっから右、すぐ右に行こう。すぐ右に行きます。オッケー。そしてどうしよう、これ下に行ってみるダメじゃねえか。ここはじゃあ右、多分これしかない。多分っていうかもうこれしかない。で、うわ、どうしよう。右に行こう。すぐ右に行きます。怖いんで。なるほどね。落ちるとこの左の方に行けばパワーバルーンが取れたみたいな、そんな感じね。あ、でもパワーバルーン取ってどうするんだろうね。ねえ、このパワーバルーン取ってどうするんだろうね。ここにあるのは分かったんだよね。そう、これで右に行く。こっちに行っていいの？それであれ、あ、これでなんか右に行けるようになってんだ。うわ、分からん。でも2分の1だったじゃんね。やっぱ2分の1外すよね。これはオンオフして、あーちゃー、P をした瞬間右に行きます。あ、オッケー。うわ、これ、うわ、なんか来てる。今見た、下の金魚。これは多分何もしないで爆発する感じね。しないね。うわ、これも挟まれたね。どうしよう。まあ、上行くしかないね。ちょじゃあここをバネ叩いた瞬間左、オッケー。いや、これで合ってる。きっと合ってる。で、これはジャンプしたらダメだね。分かってる。いや、これマジでなんか見たことあるんだよな。それじゃあここ一番右だね。ここしかダメ。ここしかダメっていうことは、なんでこれ一番左だね。ここ意味わかんねえ。うわ、じゃあこれどうすればいいんだろうね。一番右行って、ここオッケー。うわ、怖え。よし、いや、来た。うわ、これで2つ目だね。やっと来た。あと1個か。もうゴールだね。いや、ここで通る。これどうしりゃいいの？これやられるの？ああ、よかった。こんなにも砲台が愛おしいと思ったことないね。オッケー、右。これじゃあ取ったらダメっていうことかね。ダメだね。オッケーオッケー。で、右。これはもう爆弾をあれするしかない。叩くしかない。で、右。なんでやねん。じゃあこれ左に行けってことかな。多分そんな感じだね。左行こう。はい、オッケー。危な、今見た。一瞬右にね、ここマリオの顔切れてると思うけどブラパが出てきたんだよね。多分すぐ右に行かせようとしてね、やられるパターンで。うわあいつ、もう嫌い。石親父。なんか右上のさ、土管怪しくね。ちょっとそっち入ってみる？こっち。じゃあこれは、ドッスンがやられるタイミングで左。ここ！オッケー！で、今度どうしよっかな。これはもう、ハテナブロックを叩く以外ない。ハテナブロック叩いた瞬間、右行こう。右行きます、こっち。ほらほら、これワンチャンこっちが正解かもしんない。あ、待って。いや、多分合ってると思うんだよね。多分ね、赤い土管入れないと思う。入ろうとしたらブロックに挟まれるパターンだと思うんですよ。なんでここ叩いてドアに入ります。多分ね、それでいけると思う。ここオッケー。そして今度右しかないね。あ、ゴール。これ普通にいける。あ、いや、これは確定だね。あ、ゴール優しいね。それではすぐゴールしよう。ここもすぐゴールしよう。オッケー。いや、金魚が出てくるとは思わないじゃんね。いやー、このコースめっちゃ楽しかった。なんかね、クリア率 2.5% なんですけど、まあこんくらいがね、なんか程よく楽しめるのかな。めっちゃ楽しかったですね。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。